はい。磁石になってるね。基本的な作りは変わんないね。新しいキャディバッグにクラブを移動しようと思います。ついでにね、現時点で僕のキャディバッグの中に入っている、クラブの紹介をしたいと思います。まあね、これ一応左側から順番にドライバーですね。これドライバーで、コブラの F8 プラス、フジクラのランバックスの S シャフトっていうのをつけてますね。前のドライバーについてたやつ。ちなみにロフトは今 10.5 になってます。ドライバーの次は5番ウッドを入れてます。現状を3ウッドは抜いていて、5番ウッドですね。コブラの AMP ですね。シャフトはドライバー同様に、フジクラのランバックスの S の純正のシャフトです。これも結構古くて、買ったのは多分ね2012年ぐらい、6年ぐらい使ってますね。でもうボロボロです。まあ、新しいのに変えようかなと思ってます。アイアン型のユーティリティを入れようか検討中です。ニュートラルで刺しますね。でオープンにもで刺せるし、なんかクローズにもさせるみたいです。はい、次22度のユーティリティですね。これもコブラの AMP、 これもシャフトは純正の S のシャフトです。
次は5番から、6、7、8、9、ピッチングまで、5番からピッチングまでは、もコブラの、マッスルバックってやつですね。シャフトはダイナミックゴールド。5番からピッチングまでは全部このダイナミックゴールドの S200 ってやつですね。はい。じゃあ次行きます。はい、次。はい、次。ウェッジはこの3本ですね。52度、56度、60度。こちらの3本を入れてます。こちらをダイナミックゴールド、3本とも同じシャフトがついてます。3本ともバンスの後ろにこう鉛を張っております。鉛が張られてますね。はい、じゃあ次。はい、じゃあ次はパターです。はい、パターはね、スコッティ・キャメロン。ニューポート2ってやつですね。重りはね、純正のままかな。15g。そのまま変えてませんね。グリップもこの純正のこの手のタイプのやつですね。で、これパターカバーね。そのまま純正です。クラブ紹介はこんな感じなんで、早速ね、こうバッグの方に全部入れていこうかなと思います。はい、じゃあこんな感じでね、新しいバッグにね、クラブを入れました。これジョン・デイリーのユーティリティカバーね。今週はちょっと忙しくて動画の方はアップできなかったんですけど、来週はラウンドの続きを、アップしていこうと思うんで、また見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。